シルバードシルバードは、コンピュータ RPG、黒のトリガーに登場する架空の乗り物。最初は、時間を移動するだけのタイムマシンであるが、後に改造で、飛行機能が追加され、空を飛ぶことができるようになる。ゲーム中で、主人公たちが時間と空間を移動するために使用され、主人公たちの旅の手助けとなる。シルバードは、古代に栄えた、ジール王国のリノ賢者シュによる、 最後の発明品である。古代にいたガッシュは宇宙規制生,生物ラボスの影響で未来へ飛ばされてしまう。そこでガッシュは AD1999 に起きた後にラボスの日と呼ばれる大災厄によって死の星と化した世界で生きることを余儀なくされる。ガッシュは未来でラボスの研究を続け一つの時代に限らない多くの人々の力を一つに合わせれば ラボスを倒せる可能はまだゼロに等しいものの完全にゼロではないと考えた。そしてガッシュは元の時代に戻ろうと狂気に侵されつつも研究を続けタイムマシンを作ることに成功する。ガッシュはこのタイムマシンを地を渡る翼と呼んだ。しかし完成した頃にはガッシュの精神は寿命を迎えようとしていた。ガッシュの精神は間もなく死んでしまうが精神の死の前に 己ののの意識を縫う型の謎の物体に移植する主人公であるクロノたちは旅を続けるためにゲートとは異なる時間移動の手段を探し求めてガッシュがいた監視者のドームを訪れる。ガッシュの意識が移植された謎の物体はクロノたちにタイムマシンを与えその使い方を教える。この時このタイムマシンに名前を付けることができる。この時点では シルバードに翼はなく上空を飛ぶことはできないが異なる時代の同じ地点に移動することができる。クロノたちはシルバードを使って古代のジール王国へ戻る。PS 版では時間移動は飛行時と同様ジェットで浮いて発進して次元空間へと高速移動する様子がアニメーションムービーで描かれている。ラボスが目覚めてジール王国が崩壊した後 世界の多くの陸地が沈んだが、シルバードはまるで自らの意志で、主人公たちを追ってきたかのように流れ着いていて、残された村の長老から、不思議な船だと評されている。ジール王国崩壊で、ジール女王と彼女の後継者であるサラと、ジャキが行方不明になったため、ダルトンは自らを新たな王と戦勝し、主人公たちはダルトンに捕らえられ監禁され、シルバードは奪われてしまう。 ダルトンはシルバードに飛行機能を追加して自身の玉座、スカイダルトン玉座と称した。主人公たちは逃げ出してダルトンを倒し空飛ぶタイムマシンとなったシルバードを取り返す。なお、ダルトンがシルバードを奪って愛機に改造したのは古代で賢者合手が設計していた乗り物の形状をダルトンが知っていてシルバードと同じ形状だったのが理由であるため、 地を渡る翼そのものを設計する以前からの設計ではあるものの飛行機能もガッシュ本人の設計によるものである。着陸時には翼は本体に収納され当初と変わらぬ形になる。飛行機能を持った状態のシルバードでラボスの火へ移動すると地表に現れたラボスに突撃するかどうか選択できる。ロボによれば外角と戦ってもラボス自体にダメージはなく。 ラボスの外角と同等の強度を誇るシルバードなら突撃は可能であるがそれに伴う搭乗者へのショックが問題となりシルバードのエネルギーと搭乗者たちの精神エネルギーを一体にすることで極めて低い確率ではあるものの内部へ突破可能になるという突撃を行うとラボスの外角を破りラボス体内へ直接侵入することができるこれにより ラボス外角との戦闘を回避することができるが、シルバードは完全に大破してしまう。この場合ゲーム上の都合により、帰りのゲートとセーブポイントがラボス体内にないラボスを倒した後、シルバードが残っている場合、クロノルカマールの3人は時間移動することの重さを鑑みて、シルバードの破壊を決意するが、ゲート消滅の直前にクロノの母親が入ってしまい。 黒のたちは引き続き、シルバードを使用することになる。黒の復活がなされておらずシルバードが大破した場合、ルッカは転送機を改造して、シルバードに代わる新たなタイムマシンを完成させる。クロノクロスでは、アナザーワールドのヘビホネンに、リノ賢者ガッシュが登場する。ヘビホネンの隠し部屋では、シルバードの進化型と思われる、ネオシルバードを見ることができ、 ガッシュがネオシルバードに乗って現代へ渡ってきたことがわかるが、作中で主人公たちがこのタイムマシンを使用することはできない。なお、これは未来世界の技術とガッシュが持つ魔法の知識が合わさって作られたもの。ガッシュはこの知識を用いて時間に関する研究を行っていない。ゼノギアスにおいてルッカがシルバード2号について言及している。ありがとうございます。